皆さんこんにちは。私たち原宿発せーの神宿です。どうもニカチンです。はい、ということで今回はですね、私ドラッグストアが本当に大好きなんですよ。暇があればドラッグストアにずっといる、もう生息してる、私の生息地ドラッグストアっていうぐらいにはドラッグストアが本当に大好きなんですよ。で、何が好きっていうと、もちろんコスメとかを見るのも好きなんですけど、掃除がすごく大好きで、掃除用品見たりするのがすごく好きで、サプリメントとかもめちゃめちゃたくさん飲むし超大好きなんですけど、なので今回は私のおすすめというよりかはお気に入りドラッグストア第3位を紹介したいと思います。まずはじゃあ3位からいこうか。3位はココカラファイン。おめでとうございます。皆さんご存知ですか、ココカラファインって。ココカラファインっていうのはドラッグストア調剤事業を主軸に幅広いヘルスケアサービスを提供している。ココカラファインっていうのは日本全国の8割を超すエリアに約1300店舗あるらしいです。やばいですよね。で、大きいところからちっちゃい店舗まであって、本当にいろんなところにあります。商店街の中とか都会にも結構あるし、遠征とか私よく行くんですけど、ありますね、大きいココカラファインとかね。もう本当に大好きで、こう私がなぜココカラファインが好きかっていうと、まず結構どこにでもあるっていう点ですね。あとは薬を調剤してくれるところが多い。私はドラッグストアってさ、本来こう薬局ってことじゃない？で、薬をそのまま処方箋出したら処方してくれるっていうね、ココカラファインが結構多くて、速攻がすごいいいなっていうふうに思います。あとは売ってるお菓子がちょっと珍しいスーパーとかコンビニとかで売ってるお菓子じゃなくて、ちょっと健康的なお菓子、茎わかめとか、あとはそう低カロリーなこんにゃくの加工お菓子とかが、そういうお菓子大好きなんですよ。で、見てるだけでも幸せ。あとはナッツ系のお菓子とかが結構売ってて、このドラッグストアはお菓子買うためだけに行くこともある。なんかね、このお菓子見たことないなっていうのとか結構発見するんですよね。あとは化粧品も結構多いと思うし、あとサプリメント結構多いですね。置いてあるのが DHC とかも置いてあるし、ネイチャーメイドとかも置いてありますね。そうだから結構サプリメント本当にたくさん飲むんですよ、毎日。パントテンとか、あとはビタミン B とか、ビタミン E も飲むし、ビタミン C も飲むし、リプライセルも飲むし、ハトムギとかもいろんなのを飲むんですよ、私。で、よ、こうやっぱりさ、そう、ビタミンってビタミンジュースとかで取りがちなんだけど、ビタミンジュースってさ甘いじゃん。甘いと糖質と一緒に取ることになっちゃうんだよね。だからいくら大量にこうビタミンドリンクとか飲んでも糖質も一緒に取っちゃってるから、結局お肌にいいのか悪いのか分かんないじゃないですか。だからそういう時はやっぱりサプリメントで取った方がいいなって思うし、あとは漢方とかも結構置いてある。私がいつも飲んでるのは十味杯毒湯って言って、ちょっと何の効果があるのか忘れちゃったんですけどそう、十味杯毒湯っていう漢方も飲んだりしてますね。結構効きます。あと喉にいい漢方とかね、調整適顔料みたいな、あとは軽視伏量顔料とかね、結構ね、いろんな漢方を飲みます。ココカラファインはサプリとお菓子がいい。続いて第2位の紹介をしたいと思います。第2位はパッ、松本清さんです。松本さんこれ見てる松本さん、みんな反応してる、松本さん、松本さんはい、松本清さんですね。これ薬局といえば松本清じゃない？いや、わかんないんだけど私日本で一番松本清がいっぱいあるなって感じる。その次にサンドラッグかな。そう、松本清のさ生息率半端じゃなくないですか。まず松本清のいいところとしては、オンラインストアがあるっていうこと。オンラインストアがあることって何がいいかってわかりますか。例えばおじいちゃんおばあちゃんとかが外に出れない時に洗剤とか運ぶのってめちゃくちゃ重いじゃん。で、本当にそう、私おばあちゃんのお手伝いとかたまにするんだけどさ、重いの持ってるのとかも絶対助けたいじゃん。そうだから、そういうのをさ、まずそもそもそういうことが起きないようにしてくれるのが松本清なんですよね。で、私も実はおじいちゃんとかおばあちゃんではないんだけど、重い荷物を持つのが本当に苦手。私が人生で一番嫌いなものが3つあるのね。まず1つがこう寝不足で、2つ目がご飯がまずい、その3つ目が重たい荷物を持つことなんですよね。なので私はいつも小さいカバン、もしくは大きいカバンでもスカスカの状態で持ちます。で、今日持ってるカバンはまあコーチのカバンなんですけど、めちゃくちゃスカスカです。もうほとんど入ってない。もうここ、ほら、
ほとんど何も入ってないでしょ。そうだからこの何も入ってない状態で持っていく。でも本当はめちゃめちゃちっちゃいバッグでねいつも行くんですけど、そう今日はねちょっといろんなスキンケアとかも持ってきたから、ここ事務所なんでね、もうまず松本清はもう家まで届けてくれる洗剤とかも全部、それがマジで最高、本当に最高っていうのと、あとは幅が広い、本当に売ってるものの幅が広くて、私が松本清で見るのは薬用のもの、例えば薬用クリームとかスキンケア用品、あとハンドクリーム、ハンドクリームの量がめっちゃ多いこんなにハンドクリームって一体この一個一個は何が違うのっていうぐらいにハンドクリームがマジで多いあとは掃除用具がめっちゃ多いです。で結構私あのスクラビングバブル信者でもあり、こう激落ちくん信者でもあるんですけど、激落ちくんはマジで激落ちくんの置いてる量が半端じゃない。いろんな種類あるんです、激落ちくんって。こうなんか鏡用とか、こう水場用とか、あの乾いてるところ用とかいろいろあるんですけど、ほぼ種類置いてる。多分お店の大きさにもよると思うんですけど、松本清は掃除用品結構置いてますね。あと洗剤の種類もかなり多い。そう洗剤は私結構変えたいんですよ。あの柔軟剤とかは特にいろんな香りにしたくて、1本使い終わったら次違う香りにしたりします。そうでもあんまり化粧品はたくさん置いてないっていうのはありますね。人気のキャンメイクとかはたまに置いてる時はありますけど、そんなにたくさん置いてない。ドラッグストアでちょっと薬用品とかよりだからあんまり置いてないのかなっていうふうに思うんですけど、松本清オリジナルのなんかリップとかありますよね。アルジェランだったかなみたいな、そういう松本清さんが清さんさんつけるとなんか人の名前みたいな、松本清がオリジナルで出してるコスメブランドみたいなのがあるらしくて、なんかそこでリップとか渡したりしてるらしいですね。そう私はまだ使ったことないからまだ何も言えないんだけど、そういうのがありますね。松本清ブランドっていうのが結構あるらしくて、それがね6つぐらいあるらしくて、レチノタイム、インストリーム、ブランホワイト、アルジェラン、ルアンプリュス、ルンタっていう。でも結構化粧品ブランドも結構出してるみたいですね。あとは健康食品も結構置いてありますね。例えば糖質制限されたスープとか結構そういうの置いてる。私一時期脂質と糖質制限してた時があって、そういう時はその脂質糖質が制限されたパックになったスープとかは飲んでましたねっていう、まあ理由で。松本清はまず掃除用具がたくさんあるっていうところで、まあ、まず利点があるのと、家まで商品を運んでくれるっていうオンラインストアがあるっていうのが、まあ、まずポイントですね。はい、それではね1位の紹介をしたいと思います。栄えある第1位は、はい、アインズ&トルペです。イエーイ、大好き、本当に大好き、もう本当に大好きです、大好きです。あそう、アインズ&トルペはドラッグストアっていうのバラエティショップに近いのかな。そう、まずアインズ&トルペっていうのはドラッグ&コスメティックっていう風に書いてあるんですけど、本当にまずご了承したいのが化粧品がめちゃくちゃたくさんあるっていうところ。もう本当に私はなんか新作出たら絶対に速攻でアインズトルペに飛び込みます。もうエクセルの新しいアイシャドウが出た、リップが出たって言ったらもうすごくて絶対チェックする。本当に大好きなんですよね。でコスメはさ、ドラッグストアに行ったりしてさ、こう買うじゃない。だけどもう本当にアインズトルペに行けば何でもある、本当に何でもあるし、そうエテュセとか商品の数が多くて、普通のお店だと全部置ききれないから、あのメジャーな商品だけしか置いてないっていうことあるんだけど、結構ねエテュセの商品が大体置いてある。あんまりマイナーな商品とかもねあるんですけど、結構もうフルで置いてあるっていうのと、私ナチュラルコスメすごい好きなんですよ。なんでオンリーミネラルとかが結構好きなんですけど、そういうのも置いてある。24インチコスメも置いてある。だからそういうところでは本当に無敵です。アインズ&トルペはマジで大好き。あとパックの量がめっちゃいっぱいある。私パックはあんまりこう普段しない、自分のね決まったパックするんだけど、マジでパックの量がたくさんあって、女の子はさやっぱパック選ぶのはこうワクワクするじゃない、そういう瞬間って。だからパックが好きな人は絶対に行った方がいい。あと韓国コスメも売ってます。有名なサラサラになるイニスフリーのパウダーとかペリペアのティントとかは売ってますね。あとは香水とか外資系のコスメがすごい安くなって売ってる時がある。どういうラインから仕入れてるのかは私はちょっとわからないんだけど、もしかしてこう学生さんとかで香水とか高くて買えないなっていう子はもしかしていいかもしれないですね。あとはねもう本当にねいいところばっかりなんだけど、そうあと SK2 とか
カウンセリングコスメとかも結構売ってますね。あとスポンジとかも売ってるし、私はストッキングはアインズトルブに買いますね。伝染しないやつが3枚で1000円で売ってるんですよ。マジで超安くない？そうだからそれをいつも買って、今日も入ってます。あとはポイント制があるっていうことですかね。私あんまりポイントカードとか作るのちょっと苦手なんですよ。お財布をずっと持ち歩くタイプではなくて、小銭入れかカードしか持ってないっていうことが多いんですけど、あのアプリがあるんですよ、アインズトルブには。なんでアプリでポイントを稼げる。ポイントがいっぱい貯まると2500円分の商品券がもらえるんですよ。商品券をね、いつもね、もらってる2500円分って結構ちょうどいい値段じゃないですか。ちょっと高すぎるなっていうものとかも値段が、ね、下がって買えたりとか、あとはなんか細かいものをたくさん購入したい時とかもなんか気にせずね買えるようになりますよね。なんでアインズトルブは本当に大好きです。ヘアアイロンとかも売ってるし、シャンプーもめちゃくちゃ種類あります。あんまりなんていうの、ラックスとか普通のシャンプーとかは意外と売ってないんですけど、ビオとかモイストダイアンとか結構ね珍しいものが売ってますね。自分にこだわりのある人は結構行くと思います。メイクさんとかも結構うろついてる時がある。あ、この人メイクさんだなって、見たことあるなっていう人とかも結構いるんですよ。はい、てな感じで私の好きなドラッグストアを3つ紹介させていただきました。みんなもね、ぜひこれを機にドラッグストア行ってみてください。男性の方でも男性用コスメとかあるし、コンプレックスのある方は絶対使うべきだと思います。あとは食品とかもここから範囲はたくさんあるし、それぞれで結構あります。アインズ&トルペはそんなにたくさんは置いてないんだけど、松本清志さん、またさんつけて、さんつけたら人みたいになっちゃうじゃん。松本清志、ここら範囲は結構ありますね。みんなでね、ドラッグストア行きましょう。ほんと楽しいので、うん、もしかしたら私が生息してるかもしれない。その時は声をかけてね、勝手に SNS に載せたりしないで、それが一番怖いからだってさ、自分のいる位置をさ SNS にさつぶやかれて本当に怖いことじゃない？本当に怖いことだからみんなやめてねでも多分生息してると思うはい、てな感じでみんなで揃ってドラッグストアに行こう。以上、この動画がね、ためになったなとか面白いなって思った方はチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。以上、私たち原宿初生の神宿でした。バイビー